オープン戦エンゼルス、ドジャース、26日米カリフォルニア州アナハイムエンゼルスタジアム、写真、フルスエンゼルスが、お帰り、昌平。ドジャース、大谷翔平投手、29、が26日、日本時間27日、オープン戦の敵地、エンゼルス戦に、2番、指名打者、デスタメン出場し、初回は空振り三振だった。 打席に立った際にはビジョンで昨季の MVP を祝福する映像が流されて約1分間試合が中断する異例の演出で大歓声が沸き起こり、ヘルメットを取ってスタンドへ頭を下げた。昨年まで6年間プレーしたエンゼル・スタジアムに移籍後初登場となる外線出場。エンゼルスの先発は右腕のシルセスで、3月5日にアリゾナ州グレンデールのオープン戦で対戦した際には空振り三振だった。 その際、シルセスは、興奮した。カウントが悪くなって、おーのう、と思ったけど、運のいいことにいい球を投げることができた、と話していた。すでに20、21日に韓国、ソウルでパドレスとの開幕シリーズを終えたが、再びオープン戦3試合という変則日程。本拠地開幕戦となる28日、同29日、のカージナルス戦前、最後の対外試合だ。 だが、韓国シリーズ第2戦の2打席目から、その後2試合のオープン戦では快音が響かず、試合開始時点で11打席連続無安打中。韓国でのパドレスとの開幕シリーズは2試合では9打数3安打2打点で打率3割としっかりと結果を残していたが、試合開始前の時点でオープン戦、エキシビションマッチの非公式戦では5試合、14打席連続で安打が出ていなかった。 水原一平元通訳が違法スポーツ賭博などに関与した疑いで21日に解雇。前日25日、同26日、に大谷は会見をして声明を発表し、僕自身は何かにかけたりとか、誰かに代わってスポーツイベントにかけたりとか、それを頼んだりということはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したことも全くありません、と一切の関与を否定した。 シーズンへ向けては気持ちを切り替えるのは難しいですけどシーズンに向けてまたスタートしたいと必死に前を向いていた。